北沢深夜は日本中央競馬会に所属する機種。乗用外漢字の使用に制約がある JRAA、公式ホームページ、新聞などでは北沢と表記されるが、正しくは北沢深夜である。1971年、東京都江戸川区に生まれる。3歳の時に隣接の千葉県市川市に住、幼少の頃から父親と一緒に、 近郊の中山競馬場を訪れていた。北沢を騎手にしたいと望んだ父親の勧めで、中学2年時から乗馬を始め、中学校卒業後、JRA 競馬学校騎士家庭に、第6期生として入学した。主な同期生には、江田照夫、浜野屋賢章、村山明、牧田和也、後に落馬事故で殉職した玉野井武氏がいる。2年時から、 滋賀県立東トレーニングセンターの小木の三つお者で、研修の後、1990年に騎士免許を取得。3月3日に初騎乗、同十日に初勝利を挙げた。デビュー以降しばらくは、平地競争のみに騎乗し、初年度は9勝、2年目には24勝と成績を伸ばした。3年目にも23勝を記録したが、若手騎手の負担重量得点が失われた4年目に、 入ると12章と成績を落とし、以後数年間15章前後の成績に落ち着いた。この頃起乗した馬に、オープン特別競争で3勝を挙げ、1995年の天皇賞で5着の成績を残した品馬、ポジーがいる。1998年から、障害競争での起乗を始めてからはそちらを、主戦場とし、2011年からは、障害競争専門の騎手となった。 2002年にミレニアム鈴鹿で阪神ジャンプステークスを制しデビュー13年目で重賞を初制覇。2010年には東亜ベガで阪神スプリングジャンプを制して重賞2勝目を挙げ年間では12勝を挙げて優秀障害機種賞を初受賞した。2012年には重賞勝,勝利を含む13勝を挙げ JRA 賞最多勝利障害機種のタイトルを獲得した。 2014年3月8日、万のプロジェクトで勝利し JRA 障害100勝を達成。レッドキングダムで中山大障害を制し、JGI 初優勝を挙げた。2021年3月14日、中山競馬第 4R を鈴鹿メジャーで勝利し JRA 障害競争通算147勝となり、長池達蔵の持つ146勝の記録を抜いて、 歴代単独8位となった。カッコ内は当該場の優勝重賞競争。太地は g i 級競争。ありがとうございます。